山崎直子らは日本のエッセイスと小説家。性別非公表。本名、山崎直子。福岡県北九州市生まれの埼玉県育ち、東京都在住。国学院大学文学部日本文学科卒業。卒業論文は、現氏物語浮船論。会社員を経て26歳から作家活動を始める。小説は、 アタ川賞に5回ノミネートされた。作品の心理描写が高く評価されているが、それには少々驚いており、小説は映画と違って、人物が出てきた時にはそれは、紙の上でのインクの染みでしかないんですよね。かっこたる顔や性格があるわけではなく、あくまでも読者それぞれの自由な想像に委ねられるんです。 私はあえて読者の目に思い浮かびやすい人物を書こうとは思わない。だからこそ小説は自由なものだと思うし、小説でしかできないことがあるはずだと思っていますと語っている。人との関わりは不得意な方であるという。また、エッセイにも定評がある。抱負として誰にでもわかる言葉で誰にも書けない文章を書きたい。フェミニンな男性を肯定したいと語っている。 好きなコーラはダイエットコーラである。2012年に町の本屋さんで働く書店員と結婚し、2016年に37歳で第一子を出産。2019年に40歳で第二子を出産。ありがとうございます。